諦めちゃうな物事。え、でもそんなことないです。あれ、前回岡山県で13個目のスクープを検証した島田と中村は、はい、わあ、めっちゃ美味しそうや。桃太郎ハンバーグね。桃太郎ハンバーグ。人見琴音に諦めない気持ちを注入。無理な気がしてた。現在13箇所をクリア。そして次に2人が向かったのは、そして中西が向かうのは、前回寝坊したため急遽チャーターしたタクシーで自腹移動した中西は、そのタクシーに乗って島根県まで移動。はい、島根県に着きました。そんな中西が島根県で今回調査するのは、島根県代表阿部芽衣のスクープ。ここが阿部ちゃんとの待ち合わせ場所なんですけども、阿部ちゃんがまだいないんですよね。阿部ちゃんどこだかな。はい、お待たせしました。阿部ちゃん、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、神々の国島根県出身の阿部芽衣です。よろしくお願いします。よろしく阿部ちゃん。キラキラ笑顔で登場した阿部芽衣のスクープとは、島根県代表阿部芽衣のスクープ。どんな時でも阿部はキラキラ笑顔でいるらしい。このスクープね、本当に阿部芽衣ちゃんが笑顔でいられるのか、ちょっとねドッキリで検証してみたいと思いますので、まあ、ドッキリといっても私一人の力じゃできないので、そのドッキリに協力してくれる皆さんを紹介したいと思います。その皆さんがこちらです。いやー、このドッキリ果たして成功するんでしょうか。ドッキリスタートでーす。今回阿部本人には嘘のスクープ、阿部芽衣は地元島根を紹介するのが超うまかったを準備。ロケに行く先々で3つのドッキリが待ち受ける。早速1つ目のドッキリ。まずは撮影中にしつこく道を尋ねてくるカップルに対し、阿部はキラキラした笑顔でいられるのか。阿部ちゃん、ここに来ましたが、はい、一体ここはどこでしょうか。ここは、はい、堀川遊覧船です。これは島根の中でも有名なんですか。結構有名ですね。結構遠いのか、ここから。はい、これのこの川をバーって行けばあります。バーって行けばあるんだ。はい、じゃあこの川を辿っていけばそこに着くってこと。はい、着きます。あー、じゃあちょっと遠いんだね。すごい行きたいんだけど。それもこっから遠いの。はい、遠いです。市が違うんです。松江市と。あ、そうなんだ。県内なんですけど、出雲市。松江城の方少し行きたくて。松江城、あっちです。あっち道、もっと具体的に教えてもらえるといいんですけど。具体的に、川をバーって川を回って。川をバーって。写真だけ一枚お願いしていいですか。写真、あ、いいんですかね、写真と。いいですかね、一枚だけ。じゃなくて、私たちのこっちのこう通ってほしくて。あ、あ、そうなんです。ちょっと一緒に。はい、あ、全然。あ、はい、なんかすいません、撮影中なのに。はい、チーズ。じゃあもう一枚。はい、チーズ。ありがとうございました。すいません、頑張って。はい、ありがとうございます。新しいね、撮ってください。はい、びっくりしました。こういうこともね、ロケ中とかいろいろあったりするけど、はい、なんとか一つ目のドッキリは乗り切った阿部。
このままキラキラ笑顔をキープできるのか。さて、はい、続いてガイドしてくれる場所はどちらですか。こちらです。お、こちらは新宿名産のしじみ汁を出してくれる海士さんです。ちょっと、こちらは日本海や宍道湖で獲れた新鮮な魚介類を楽しめる海鮮居酒屋海士。続いて2つ目のドッキリ。こちらで出されるしじみ汁が阿部のものだけ激甘。それでもキラキラ笑顔で乗り切れるのか。ねえ、お腹空いたね、はい、何も食べてないから。あ、来た、失礼します。あわ、しじみ汁が来た。美味しそう。はい、ありがとうございます。はい、わー嬉しい、ありがとうございます。せーの。あ、え、でも私思ってるしじみでかいね。はい、こんなにでかいっけ。これが島根のしじみです、うん、あ、これはもう島根で採れたしじみですか。抹茶のそこのしじみ。あ、そこの、はい、え、そこで採れたしじみを出して。すごいですね。結構出汁が出てるんですかね。なんか白くなってるの、はい、旨味が汁に出るので、非常にあのしじみの汁が美味しい。へえ、そうなんですね。じゃあこちらのしじみ汁いただきたいと思います。まずは汁から。あー美味しい。しじみの旨味が凝縮されてますね。そうですね。続いて阿部が激甘のしじみ汁の食レポに挑戦。美味しいです。美味しい。なんかプリプリと、はい、お汁のね、なんか出汁がすごい効いてて飲みやすかったりとか、はい、飲みやすいけど。続いて出汁を一口、うんうん、甘い。甘い、はい、甘い。なんかいつも家で食べるしじみ汁より甘くて美味しいです、うん、あれ甘い、はい、あ、じゃあしじみ汁は結構甘く、そんなに甘みはない。あれ、甘い。うん、甘い、甘い。あれ、おいしいです。激甘しじみ汁はなんとか笑顔で乗り切った阿部。続いてこの日最大のドッキリが待ち受けるお店、うん、ここです。お、薬物塗りのお店で、お、山本さんです。ここ2人が訪れたのは島根県の伝統工芸品八雲塗の漆器を扱う山本。最後はこちらのお店で高価な食器を中西が割ってしまったら、阿部は笑顔でいられるのか。じゃあ入りますか。じゃあ入りましょう。はい。これは回します。すごい綺麗に並べてあって、わあ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここは一体どういうお店ですか。そうですね、あの、まあ、杖のですね、はい、まあ、いろんな器の方を扱っているお店になりますけれども、はい、すごい、なんかおすすめのものとか、はい、今売れているものだったり、はい、そうですね、今日はね、特別にちょっと、はい、珍しいものを。これ一見あの陶器に見えますけれども、はい、実は漆で塗ってるんですよ。へえ、漆を塗り重ねたね、陶体式というあの式なんですけど、はい、まあ、こういうふうにあの素焼きの陶器に漆を塗ってあの仕上げる場合もありますし、はい、まあ、こういうふうにあの普通の陶器のものを作って塗ってるんですけど、まあ、これね結構手間がかかりましてですね、火加減とかですね、そうなんですか、上薬の描き方とかですね、結構手間暇かかってですね、もしよかったら持ってる。でも非常にいい値段ですけど、ね、高いね。まあ、高いですよね。わざわざ店に来てもらったなんかあの手袋とかもしなくていいんですか。あ、いいですよ。実はこのお皿だけ
番組で用意した激安の陶器皿、阿部は一体どんな反応を見せるのか。怖い。このままで、はい、あでもそんなに重くなくて、なんかこの何ですか、触り心地がちょっとザラザラしてるので、確かに作りがなんかあの手間がかかってる感じがすっごいしますね。じゃあちょっと阿部ちゃんもなんかこう触ってみて。あでも高級感あります。ありがとうございます。本当なんかここら辺がちょっと高そうだなとか。この感じを出すのにかなり苦労しましたね。そうなんですね。まあその分ちょっと手間がかかってね。うわちょっと、まあ、あのわざわざ松に来てもらったので、まあ特別にちょっと。あじゃあ普段は触らせない。そうですね、まあ普段はこうガラス。へえ、そうなんですね。あ一回もう一回私触っていい。あいいですよ、どうぞ。ちょっと、過ぎちゃったのかもしれない。阿部ちゃんが、阿部ちゃんがやった。阿部ちゃんが多分あの早く長西はもらう前に阿部ちゃんが話しちゃったけど。そうですね、だから阿部ちゃんがちょっと。なんとここで先輩中西が後輩に罪を押し付けるというドッキリをプラス。持つ前に話しちゃった。うん、いや渡したつもりだったんですけど、つもりで普通に早く渡ったかなと思ったけど話しちゃった。そうなの。怒りが収まらない店主がさらにプレッシャーをかける。話してたけどね。あどうする、どうしよう。何円ぐらい。いや全然聞いてない。これはどうしようもしょうがないよね。ちょっと阿部ちゃんが終わっちゃったから。今日どうする。ね、遅くまで。どうしよう。そしてついに。ちょっと。テレー。阿部ちゃんお疲れ様です。ごめんね、ごめんね、阿部ちゃんのせいにして。お疲れ様でした。ごめんね。中西さんがずっと阿部ちゃんが笑って早く手を離しすぎちゃったのかもしれない。阿部ちゃんが、阿部ちゃんが、阿部ちゃんがめっちゃ私が割ったのにごめんね。そうだよね。いやどうです、阿部ちゃん、この、まあ、ドッキリ大成功ってなってますけども、これドッキリは初めてですか。はい、あら
緊張しました。なんか割った瞬間ちょっと正直でも、うん、中西さんが割ったからいいやって思って本当に私が割ったと思ってで中西さんが、うん、あの阿部ちゃんがって言った瞬間にあ自分かと思ってでも違います。でも中西さんこんな怖い人だったんだ。やだーそう思いまし申し訳ない。こっちもドキドキしながらやってた。本当はですね、こちらが本当のスクープです。じゃじゃん、どんな時でも阿部芽衣はキラキラ笑顔でいられるらしい。これが本当かどうか、はい、ドキリを通じて調べさせていただきました。実はこれ以外にも他にドキリがあったんですけど気づきました？今日なんか変じゃなかったですか？ロケなんかソフトクリーム持った人が来ました。ちょっとカップル的な、はい、ね、なんか写真撮ってみたいに。どうでしたその時？なんか、うん、意外なんかやけにしつこいなと思って。しつこいなと思いました？はい、ドッキリですそれ。全然わからなかった。あともう一つドッキリあるんですけど、もう一つ、え、しじみ汁。お、なになに？しじみ汁。うん、なんか変だった？甘かった。はい、でも中西さんが普通の顔してたから自分の味覚がおかしいのかもって思ってしまう。私な、普通に美味しいしじみ汁飲ませてもらってたんで、普通に美味しい感想を言ってたんですけども。ちょっとね、3つドッキリ仕掛けさせていただきましたが、どうです、このスクープ、どんな時でも笑顔でいられる、できたと思います？自分で思いません。こうして3個中2個のドッキリを笑顔で乗り切った阿部。ということで今回のスクープは本当。はい、だからこれからもね、もしかしたらいろんなことがあるかもしれないけど、常に笑顔でキラキラスマイル、はい、できますか？できます。できます。じゃあこれを機会に、はい、ね、阿部芽衣ちゃんのキラキラ笑顔忘れずに頑張ってください。頑張ります。以上スクープでした。エイトのことは一番大好きなんです。オタクです。次回、兵庫県で山田七海がチームエイトオタクぶりを発揮。山本瑠香ちゃんがやったユニットは何でしょう？はい、彼女のチームエイト愛は本物なのか？あ、待ってください。でも、やって出てます。もしかしてさ、おバカ？違います。